一緒に楽しい時間を過ごすことができることを心からありがとうございます。では改めまして、おはようございます。今回のですね、そのにゃわざべ祭り、特徴のうちの一つがですね、実行委員長が、地元のですね、立正大学の学生なんです。で、学生がですね、中心になってやる企画も来週あるんですけれども、今日はですね、学生らがちょっと別のイベントに主催をしておりまして、代わりに私の方からですね、挨拶させていただきます。はい、司会の方からもあったんですけれども、16回目となったにゃわざべ祭り、本番は来週なんですけれども、今日と昨日はですね、人通りが多いルートーモールの会場で、皆さんと一緒にですね、プレイベントということでやっています。市民活動、なかなかですね、当事者ではないと触れることがなかったりとか、一体どこでやってるのっていうことをですね、よく聞かれたりとかするんですけれども、こういった機会で人が通るところに行って自分たちを PR しましょうというのがですね、きっかけです。本当にですね、さまざまな団体が、一緒になって一つのイベントを作り上げているんですけれども、これをですね、作り上げる過程で、私たちは2ヶ月に1回以上はですね、お会いしていろんな話をちょっとしているんですけれども、一つのことを作り上げるっていうのは本当に楽しいことだなと、昨日は思っていました。昨日はですね、ゴスペルとか、よさこいとかですね、バイオリンとか、いろんなものだったんですけれども、今日はですね、バンドやそのマジックなどもありますので、ぜひ一緒にですね、こう作り上げていく楽しさみたいなものをですね、皆さんと一緒にまだ感じたいと思います。はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、さよならマジッククラブです。で、それでは、今日マジック十分に楽しんでください。まずトップバッターはダンディ吉川です。お願いします。入れます。そしたらどうなります？変わる？変わんないこれはね、おまじないかけないと変わらないですよ、ね、おまじないかけない変わると思う。これがどうなると思います？え、5万円。え、これは入れますね。入ってますね。ね、おまじない。
you fight for, love that you run, love that you fight for, love that you run. You have not gone hungry for your time. You have not gone hungry for your time. Well, never turn your back to anyone.私たちも一曲やらなくてはいけないのではないかと思いまして、ここを結ぶのがちょっと大変なんですけど、こ
今日はみんなちゃんと空気出てきましたから大丈夫。じゃあやってみます。頭を突っ込んでます。さて黄色といったら何でしょう。わかる人いる。顔と耳です。首が長いです。前足ここまで来ればわかるかな。胴体でキリンの特徴は前足と後ろ足がこんなに長い。同じようなことでこうすることでキリンらしく見えるんですね。こんな風にして作っていきます。じゃあ基本形の犬。ありがとうございます。作り方は動物はみんな一緒です。変えてみよう。でもこれがまたもう一つ追加
みんなで作りましょうね。でも初めての人も多いから、一番初めは一本でできる今回の犬を作りましょう。じゃあね、ここにあるとこがなくなりますから、一人一本好きな色を出してください。後半へ続く。